This painting is one of the most famous paintings in Cappella Sistina. This painting is in the center of the Cappella Sistina. So, in general, this painting is entitled The Creation of Adam. It means that the one on the right is God El Shaddai, and the one on the left is Adam. But the person on the left is not Adam, but Cain the Christ. And this is a picture of God El Shaddai giving life to the person on the left. It depicts Cain the Christ, the supreme God of the human race, trying to break away from God El Shaddai. I, Hiroshi Hayashi, will prove these facts with evidence in this video. In other words, Michelangelo Buonarroti, who painted this painting, knew nothing about it. He was just a puppet artist for God. この絵はシスティーナ礼拝堂の中でも最もよく知られた絵です。システィーナ礼拝堂の中でこの絵はその中心部に描かれています。で、一般にはこの絵はアダムの創造と題されています。右側にいるのが神のエルシャダイ、そして左側にいるのがアダムというわけです。左側にいる人物はカイン・キリストです。そしてこの絵は神エルシャダイが左側の人物に命を授けようとしている絵ではありません。神エルシャダイに対して人間種の最高神のカイン・キリストが神エルシャダイと決別しようとしている様子を描いたものです。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。言い換えると、この絵を描いたミケランジェロ・ブラノッティ自身も、この絵について何も知らなかったということになります。ミケランジェロ・ブラノッティは、神のただの操り人形でした。ヒロシ・ハヤシ、ハメメシティ・ジャパン、February the 13th, 2023. According to the official website of Vaticano, it explained about one of the most well-known frescoes in Cappella Sistina by Michelangelo Buonarroti, a fresco so-called The Creation of Adam, as follows. The Creation of Adam is possibly the most famous of the chapel's frescoes.Like a touch with a finger, God gives life to Adam, made his likeness. It was painted around the year 1511, public domain. I, Hiroshi Hayashi, however, have got a quite different view and idea about this fresco, The Creation of Adam.バチカンの公式ホームページによれば、システィーナ礼拝堂の天井画のフレスコ画の一枚、つまりアダムの創造として最もよく知られている絵について、次のように説明しています。アダムの創造の絵は、その礼拝堂の中でも最も有名なフレスコ画である。神は自分に似せて作ったアダムに今まさに指を触れ、アダムに命を
与えるところである。1511年頃の作品であるが、本当にそうでしょうか。私林博の解釈はこの解釈とは全く違ったものです。広し林浜松セリージャパン。この左に描かれている人物はローマンカトリックが説明するようなアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこの動画の中でします。で、皆さんをカペラ・システィーナへ案内します。このシスティーナ礼拝堂の天井にその絵が描かれています。この天井画の中心部にそれが描かれています。矢印で囲んだ部分です。この絵について公式にはアダムの創造と説明されていますが、これはアダムの創造などというような生優しい絵ではありません。この絵の中には大変な秘密が隠されていました。で、このエポックタイムズ公式ホームページの中にそれが説明されています。この中心ですね、2人の人物が今指と指を合わせようとしているという絵ですが、本当にそうでしょうか。ポルトガル語の言語を日本語に翻訳してみました。ここが今日の最初のポイントですから、もう一度読んでみます。アダム創造の絵でカペラ・システィーナでは最もよく知られた絵である。指を触れることで神は彼に似せて作ったアダムに生命を与えるところであると。左がアダム、右が神、つまりエルシャダイということになりますが、この絵を見る限り左のアダムは神に生命を与えられる前にすでに生きているかのように見えますが、それはともかくも左のアダムはこれはアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこれからしてみたいと思います。では検証してみましょう。もう一度カペラ・システィーナの礼拝堂に戻ります。壁画を見てください。この中央に描かれている人物に注意してください。この人物ですね、まあ、神ということになるわけですけども、最後の審判をしている神ということになります。この中央に描かれている人物と先ほどお見せしました天井画の方のこの人物と比較してみてください。アダムということになっていますが、これら2人は全く同じ人物です。顔の、まあ、見る角度が違いますからやや違って見えるかもしれませんけども、細部を比較していきますと同じだということがわかります。顔というのは違いがないという点で同じと判断します。特にこの鼻ですね、そしてから鼻の穴の表現の仕方、そして髪の毛が縮れている様など違いがないという点で、まあ、この2人は同じと見ます。角度が違ってもですね、顔は顔、同じ顔は同じ顔ということになります。ここを最初に出ますか、確認しておいてください。なおついでですが、ミケランジェロはシティナ礼拝堂の天井画にアダムの追放と題した絵を描き残しています。この絵がその絵ということになりますが、向かって一番左にいるのがアダムということになります。そしてその下にいる人物が
イブということになります。イチジクの実と葉っぱに注意してください。で、中央にラミアがいます。そしてその左にカインがいて、その妻のアワンが描いてあります。で、その絵の中のアダムですよね、一番左のアダムの顔とですね、先ほどから紹介しています、アダムの創造の中に描かれているアダムと比較してみます。もし同一人物であるならば、アダムの創造の中に描かれている左側の人物はアダムということになります。注意深く比較してみてください。で、むしろ今の絵の中のですね、右から2番目がカイン、キリストということになります。それは別のところで証明しますが、ともかくもこの人物がアダムでありイブということになります。生命の木に手をつけようとしているというわけですね。そしてラミアですね、ラミアイコールマリア、マリアというのはラミアのアナグラムです。あるいはその逆かもしれません。そしてカイン、キリストと、一般設定はですね、このカインはカインではなくてアダムというふうに説明されています。アダムが追放されるところだというわけです。ところがこのカインとして描かれて、アダムとして右から2人目ですけども、人物はですね、キリストの顔と同じです。いわゆる七三礼拝堂の壁画の方のキリストの顔と同じです。で、左がアダムの追放の中に描かれているアダムということになります。そして右がですね、アダムの創造の中に描かれているアダムということになります。が、この両者はですね、向きが違いますけども、見た感じ全く別人であることがわかります。鼻の形に注意してみてください。左の方は尖っています。右の方は反り上がっています。鼻の形が違うということですね。すなわち左がアダムであるならば、右はアダムではないということになるのではないでしょうか。少なくともこの両者は全く似ていないということです。皆さん自身の目で比較してみてください。横顔ですけども別人であることがこれで分かっていただけると思います。つまり少なくとも右側の人物はアダムではないということになります。では、この向かって左の人物は誰かということです。その謎を解く鍵が、その壁画自体の中に隠されていました。中央の人物を見てください。そしてその下に二人の人物が描かれています。この二人の人物の中に77という数字が隠し込まれていました。隠し文字です。一文字です。77です。注意深くご覧ください。そしてその77はカバラの非数学、つまりジューイシュゲマトリアによればキリストを意味します。ジューイシュゲマトリアです。この赤い枠で囲った部分に注意してください。拡大してみます。クライスト。シンプルゲマトリア77ですね。なあち77はキリストを意味します。つまりこの中央に描かれている人物はイエス・キリストということになります。 by 林博士発見です。もう一度確認してください。77ですね。キリストです。そして77はジューイッシュゲマトリア、ユダヤのゲマトリア、わかりやすく言えば暗号によればキリストを意味します。つまりこのような形で1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストはミケランジェロという操り人形芸術家を通して、ここに描かれているのはイエス・キリストであるということを示しました。それが私たち人間に対するメッセージということになります。そしてそれと同じ顔の人物を天井画のあのアダムの創造の絵の中に描きました。左上が壁画、右が天井画ということになります。この二人の人物の顔は同じです。イコール左がキリストですから、右も
キリストということになります。アダムなんかではありません。その証拠にもう一度この2枚の絵を見てください。ハンドジェスチャーに注意してください。ハンドジェスチャーです。中指と薬指がくっついています。注意深くご覧ください。つまりこれはシグナムマラノ、マラノの手です。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーということになります。ユダヤ教徒たちはキリスト教の迫害を逃れて密かにキリスト教徒のふりをしながらユダヤ教を信仰しておりました。そのシンボル的なハンドジェスチャーがシグナムマラノということになります。後のイエズス会、そしてその前後のイルミナティのハンドジェスチャーということになります。このような形で隠れユダヤ教徒たちは自分たちはユダヤ教徒であることを示しました。シグナムマラノです。つまりここに描かれている神はアダムなんかではなくてイエス・キリスト自身であったということになります。が左がイエス・キリストであるとするならば、ローマン・カトリックにとっては誠にもってまずい絵ということになります。つまりこれはイエス・キリストと神が指と指を合わせようとしているような絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が手と手を離してたもとを分かとうとしている絵ということになります。イエス・キリストと神が分かれようとしている絵ということになります。だから右の神の周囲の人物をもう一度よく見てください。ここには笑いもなければ喜びもない。どの顔も恐れ悲しみおののき、そして不安そうにイエス・キリストを眺めています。そして中央にいるエルシャダイと思われる神も何やら険しい表情をしています。これはキリストと神が指を合わせようとしているその瞬間の絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が別れようとしているその瞬間の絵ということになります。マラノ is a term used for those Jews living in Liberia who converted or were forced to convert to Christianity yet continue to practice Judaism in secret. The term specifically refers to the accusation of crypto-Judaism. Michelangelo Buonarroti was most surely one of the Maranos. もともとマラノスあるいはマラノという言葉はローマンカトリックの迫害を恐れカトリックに改宗したイベリア半島に住んでいたユダヤ教徒や隠れユダヤ教徒を意味したユダヤ教徒の別紙語、つまり軽蔑語として使われていた言葉です。イベリア、つまり現在のスペイン、ポルトガルのあるイベリア半島全体を言います。こうした隠れユダヤ教徒たちは互いの立場をハンドジェスチャーを使って教え合っていました。中指と薬指をくっつけたハンドジェスチャーです。それはともかくもミケランジェロ・ブアノルティも明らかにそのユダヤ教徒、つまりマラノスでした。広し林浜松市ジャパン。ミケランジェロが描いたとされるカペラ・システィーナの壁画です。この壁画は
見れば見るほど謎めいた壁画です。まず最上部を見てください。ここに十字架が描かれています。イエス・キリストのシンボリックな十字架ということになります。そして反対側にはローマのバトンが描かれています。権威の象徴としてのバトンです。職杖とも言います。なぜこんなバトンがこんなところに描かれているのでしょうか。もう一度ここを確認しておいてください。この壁画の最上部には十字架とそしてローマのバトンが描かれています。まあ、権威の象徴としてのバトンということになります。で、ここを確認しておいてください。左が十字架、そして右がローマのバトンです。指揮者が使うバトンも、まあ、指揮棒と言いますけども、あれもバトンです。最上部の形が酷似している点に注意してください。なぜこんなところにバトンを書いたかですね。で、検証を重ねてみます。この絵でまず気になるのがこの場面です。中央にイエス・キリストと思われる神が立っています。人間は小さく描かれています。神々はその 1.5 倍から2倍近く大きく描かれています。その両側を2人の人物が囲んでいます。が、この2人の人物は視線こそイエス・キリストの方を向いていますが、何やら険悪な様相です。互いにいがみ合っているといった雰囲気ではないでしょうか。繰り返します。イエス・キリストを挟んで何やらいがみ合っているような雰囲気です。なぜミケランジェロ・ブラノテ、つまり1500年後のイエス・キリストはこのような絵を描いたのでしょうか。一般には最後の審判と言われていますけれども、本当にそうでしょうか。もう一度この壁画に戻ってみてください。この神、つまりイエス・キリストの向かって左側、右手を見てください。マラヌスの手をしています。シグナム・マラーノです。中指と薬指をくっつけています。別の壁画にも同じ指が表現されています。まあ、神と人間が手を合わせようとしているというふうに説明していますが、私林宏はまさに人間と神が離れようとしている場面だと解釈しています。逆です。ともかくもこの中指と薬指を見てください。やはりシグナム・マラーノ、つまりマラヌスの手を表現しています。マラーノというのは隠れユダヤ教徒の別死語でした。つまり、まあ、ミケランジェロなる操り人形芸術家を通して1500年後のイエスはここに描かれているのはユダヤ教徒であることを示したということになります。同じようにテータ像でもそれが表現されています。このマリアの向かって左側、右手を見てください。やはりシグラム・マラーノが表現されています。中指と薬指がくっついています。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、ミケランジェロなる操り人形芸術家を通して自分の姿勢を示したということになります。もう一度確認してください。神々はですね、皆シグナム・マラーノを表現しています。このハンドジェスチャーはイルミナティ、そしてその後に発足するイエズス会のハンドジェスチャーへとつながっていきます。が、奇妙なことにこのイエス・キリストの向かって左側に佇んでいる女性、つまりマグダラのマリアはサバジオスの手を表現しています。手を注意深くご覧ください。薬指と小指を曲げ、残り3本を軽く伸ばしています。サバジオスの手です。サバジオスというのは古代、トラシアンの神です。フリジアの、まあ、隣ということになります。トラシアンの古代の神です。これがサバジオスの手です。そしてそのハンドジェスチャーはバフォメットのハンドジェスチャーへとつながっていきます。バフォメットの両手を見てください。やはり薬指と、小指を曲げ、残り3本を伸ばしています。このようにしてハンドジェスチャーを通して
システナ礼拝堂の壁画とサバジオスと、そしてバファメットがつながっていきます。まあ、今日のテーマではありませんので、この話はここまでにしておきます。もう一度システナ礼拝堂の壁画に戻ってみます。で、この壁画はですね、ぐるっと時計回りに地上から天井、そして審判を受けて、ふさわしくない人たちは、まあ、地上へ、地獄へと落とされていくというふうに一般に説明されていますが、ここにもやはり一文字の形で隠し文字が仕込まれていました。77と読むことができます。77というのは、ユダヤ・ギャマトリアによれば、つまりカバラ指数学に基づく、まあ、暗号によればですね、クライスト、つまりキリストを意味します。77はキリストです。そしてその横なんですけども、50と読むことができます。50と読むことができます。50というのはやはり十一種ゲマトリアによれば、聖書のビブリカルという意味です。そしてその横、この2が厳しいですけども、まあ、あえて2と読むことにしました。その理由はこの後に続く動画の中で説明します。27、つまりケインと読むことができます。旧約聖書の中のカインです。で、この775027をつなげて読みますと、キリストは聖書のカインと読むことができます。この2がやや厳しいのですけども、その理由は今言いましたように、もう少し後で説明します。つまりミケランジェロはこのような形で、ここに一文字の形でですね、いわゆる暗号を仕込んだということになります。そして今度はその次の段ということになります。まあ、ここにもやはり一文字が仕込まれています。まず分かりやすいのが中央やや左寄りの V と、そして中央にあります丸、すなわち O です。これ、まあ、V と O ですね。で、この V と O で、まあ、暗号が解けたわけですけども、その左にあるのは、私は I と読みました。 I、V、O、 そして右の T です。なぜこのような文字に読んだかについてもこの後に説明します。で、つなげて読みますと、イヴォットと読むことができます。これはボスニア語で alive、 生きている、あるいは life、 生命、命という意味です。ボスニアというのはアドリア海を挟んでイタリアと反対側にあった国です。カッシナの戦いの中にある一文字について説明しておきます。Correction of my mistake、 間違いの訂正です。口述775027の解釈について、イエス、復活、聖書というふうに説明していますが、正しくはユダヤ・ゲマトリアによればですね、77キリスト、50聖書の27回という意味です。全体としては Christ is Biblical King、 つまりキリストは聖書のカインであるという意味になります。間違いを訂正しておきます。ここが今日の重要なポイントですから、もう一度簡単に説明しておきます。これがミケランジェロ・ボラノルティが描いたとされるカッシナの戦いの絵です。で、そのコピーということになります。弟子が書き写したということになっています。この絵の中には左から775027という数字が隠し込まれています。一文字の形で隠し込まれています。77ですね。そして5027です。で、この隠し文字についてですね、どういう意味かと言いますと、ゲマトリア、その中でもジュイシュゲマトリア、ユダヤゲマトリアに、よって読むとですね、77はキリスト、50はビブリカル、聖書のという意味ですね。そして27は、カインという意味です。カインですね、いわゆる、まあ、聖書に出てくるカインですけども。で、もう一度並べてみますと、77はキリスト、50は、まあ、ビブリカル、
聖書の、そして27はカインという意味です。でこの3つの単語を並べてみますと、キリストというのは聖書でいうカインのことだよという意味になります。そうした、まあ、伝言をですね、1500年後のイエスキリストはミケランジェロという操り、まあ、人形芸術家を通して私たち後世の人間にこのようなメッセージを残しました。もう一人言います、77キリスト、号令はビブリカル、そして27はケイン、カインという意味ですね。で後述、この続く動画の中では77、イエスというふうに言っています。それから号令は、復活というふうに言っていますけども、そうではなくて77はキリスト、号令は、聖書の、そして27は27が、カインという意味です。後述の動画の中では27聖書というふうに言っていますけども、それは間違いです。でその752を取ってですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる、まあ操り人形芸術家だったんですけども、そのレオナルド・ダ・ヴィンチはですね、67歳の5月2日に死んだということになっているわけです。もうそろそろ死んだことにしようかと言って、1500年後のイエスは、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチという、まあ、操り人形芸術家、すなわち捏造された芸術家からですね、遠ざかったというふうに私は林浩司は考えています。でこの77なんですけども、今言いましたようにユダヤのゲマトリアによればですね、キリストという意味です。で5足す2もやはり7になりますから、最後の7と付け加えますと77、すなわちキリストという意味がここから浮かび上がってきます。つまりこのような形で1500年後のイエスはですね、この絵の中にキリスト、キリストという文言も隠し込んだということになります。まあ、大変知的能力の高かったといいますか、人間離れした知的能力をですね、まあ、このような絵を通して私たちに見せたということになります。それだけではありませんね。そしてその上の方にはですね、 I、V、その O、全体として目を細めて見ていただきますと分かりますけども、ここには O という字が隠し込んであります。そして T ですね、イボットです。イボットというのはボスニア語、すなわちアドリア海を挟んでですね、イタリアとちょうど反対側にある、まあ、国の言葉ですね。 ボスニア語で言いますと、イボットというのは Alive、 生きている、もしくは Life、生命という意味です。ですから、まあ、このような形でですね、1500年後のイエスはミケランジェロという画家を通してイボトというこの言葉をですね、同じカシナの戦いの中に隠し込みました。中央左が、イタリア、そして右がボスニアです。イボト、すなわち生きているという意味です。すなわち この段階でですね、レオナルド・ダ・ヴィンチはまだ生きているというふうに解釈できるわけです。このカシナの戦いの絵が描かれた時にはまだレオナルド・ダ・ヴィンチは生きていました。それについての動画はこの後につなげておきますから、またご覧になってください。すなわち、まあ、あらかじめですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの死亡日は設定されていた。すなわちその日にはレオナルド・ダ・ヴィンチの画家は死んでいなかった、イコール、1500年後のイエスは生きているという意味に解釈できます。1500年後のイエス・キリストはルネサンスの時代に現れ、ミケランジェロ・ボナノティという操り人形芸術家を通して自分の姿勢を示しました。その一つがこのカペラ・システィーナの中に描かれている壁画ということになります。でここに十字架を持った、まあ、イエス・キリストですね、そしてその右側にバトンを持った人たちが描かれています。なぜここに、十字架とバトンが描かれているかということですね。もう一度確認してください。十字架と、まあ、権威の象徴であるバトンということになります。その最上部が同じという点でですね、私はこれをローマ時代のローマのですね、いわゆる、まあ、権威の象徴であるバトンと判断しました。つまりこのような形で、まあ、両者をですね、対立させることによって、まあ、イエス・キリストは何かを私たちにメッセージとして残そうとしたということになります。そして中央にいるのはユダヤ教徒のイエス・キリストです。カトリックの、まあ、イエス・キリストではないということですね。そしてそのイエス・キリストを挟んで2人の人物が何やら対立関係にあるように見えます。ちょうど同じと言いますかね、等距離に2人の人物が描かれている点に注意してください。まあ、険悪な雰囲気であることが、まあ、この絵からもわかると思います。そしてこのイエス・キリストは先ほど言いましたようにシグナム・マラーのマランスの手を表現しています。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーということになります。後のイエズス会のハンドジェスチャーへとつながっていきます。現在のローマ法王はイエズス会出身ですから、こうしたハンドジェスチャーを随所で、見せています。
ともかくもここに書かれているイエス・キリストは少なくともカトリック教会と言いますかね、いわゆるカトリックの言うイエス・キリストではないということになります。そして同じくあいわゆる、まあ、ミケランジェロなる芸術家を通して、1500年後のイエスはこのピエタ像を通してシグナム・バラーノを表現しました。隠れユダヤ教徒の、まあ、ハンドジェスチャーということになります。そしてここに表現されているイエスは隠れユダヤ教徒だということですね。つまりこれがミケランジェロコードということになります。この大壁画を通して実はキリストとローマとは対立関係にあるということを示したということになります。そしてこのマグダラのマリアはですね、サバジオスハンドを表現しています。サバジオスというのは古代トラシアンの神です。そしてそれが、バファメットへとつながっていきます。バファメットイコール1500年後のイエス・キリスト説 by 林博士です。まあ、こうして、まあ1500年後のイエス・キリストは、システィーナ礼拝堂の天井画を通して私たちにメッセージを残したということになります。77は繰り返しますが、ジューイッシュ・ゲマトリアによればですね、クライスト、つまりキリストを意味します。そしてその横には号令、つまり、ビブリカル、聖書のとなります。でこの数字と先ほどのカシナの戦いの数字と比べていますと、次は2ということになります。775027と続きます。27の2は27はですね、旧約聖書でいうアベルとカインのカインということになります。そして、まあ、775027をつなげますと、キリストというのは聖書でいうカインのことだよということになります。そしてここにはですね、 V と O が読み取ることができます。しかし I と T は読みづらいですね。しかし合衆の戦いの中に出ている文字と比較してみますと IVOT イコールイボット、すなわちボスニア語で生きているというふうに解釈できます。つまりイエス・キリストはまだ生きているという意味です。これが、いわゆる、まあ、ミケランジェロがですね、システィーナ礼拝堂の壁画を通して私たちに残した、メッセージということになります。すなわちミケランジェロコードということになります。最後にもう一度復唱してこの謎解きを終わっておきます。ここに7、次に7ですね、そして50、この5はですね、カシノの戦いの中に出てくる、まあ、5と大変似通った方法で描かれています。そして027、すなわち、キリストはビブリカルカインであると。そして下にこの I、この V ははっきりしますね。そして中央に O が隠されています。そして右の方に T が隠されています。 V と O が分かりましたので I と T をあえて I と T と読みました。そしてつなげますと、キリスト聖書の会員であり、そしてイボット、ボスニア語で生きているというふうに解釈できます。下がカシナの戦いです。やはり1500年後のイエス・キリストがミケランジェロ・ブラノティという操り人形芸術家を通して自分の姿勢をこのような形で示し、そして後世の私たちにですね、このようなメッセージを残したということになります。つまりこれがミケランジェロコードの内容ということになります。暗号を解くとイエスは聖書でいうカインだと、そして彼は生きているという意味に解釈できます。彼すなわち私は生きているというふうに解釈できます。というのもこれらの絵を描いたのは1500年後のイエス・キリスト自身だからです。すなわちイエス、すなわち私は聖書というカインのことなんだよ、そして私は今も生きているというふうに解釈できます。神ですから、まあ、死んだり生きたりということはないわけですね。今の今も私たちのそばに生きているということになります。これがミケランジェロコードの意味と内容ですが、その最上部の謎が残りますね。左に十字架、右に、ローマのバトンが描かれています。すなわちこのような形で十字架とローマとは対立関係にあることを、1500年後のイエスはこのシスティーナ礼拝堂の壁画を通して私たちに教えたということになります。My Michelangelo website writes about this, the expulsion of Adam and Eve in Capella Sistine,
painted by Michelangelo Buonarroti like this. The central pillar consists of the tree of life, wound round by a veiny serpent with a woman's head. To the left is another pillar made up of Adam and Eve in a mostly luxuriant setting with Eve holding the apple offered her by the female tempter in the tree. The other branch of the tree extends into an airborne avenging angel with a sword that points to the expelled, ugly, veiny, aged figures of Adam and Eve who make up the right-hand column. This side of the scene is desolate. The whole scene is meant to be read from left to right, showing the consequence of Eve eating the apple from the tree of knowledge, leading to Adam and Eve's banishment from the Garden of Eden. ミケランジェロ祭とは、カペラシスティーナのアダムとイブの追放の絵について次のように説明しています。中央の木は生命の木で、女性の頭を持った蛇がそれに絡んでいます。その左側にもう一本の木があり、イブは誘惑しようとする女性によって差し出されたリンゴを手に持っています。空中には剣を持った天使がいて、その天使が年老いてみすぼらしくなったアダムとイブの方向を指し示しています。全体としては左から右へと流れ、知恵の木のリンゴを食べたイブの話からエデンを追われるアダムとイブの話になっています。簡単に言えば、左からアダムとイブ、中央に下半身が蛇の女性、そして右では天使がその結果として年老いたアダムとイブをエデンから追い出している絵だというのです。天使はその剣で方向を示しているとが、本当にそうでしょうか。私、林博士の解釈は全く違ったものです。広し林、浜松シティ、ジャパン。では画面を見ながら説明します。アダムとイブの追放の絵ということになります。左からアダム、これは問題ないと思います。その右にいるのがイブということになります。そして中央の木に絡んでいる人物について、以前はリリトと解釈されていたようですけども、セントジェロームの翻訳したラテン語のバルガータ聖書によるとですね、リリトイコールラミアとなっています。ですからここに描かれているのは下半身大蛇の魔女ラミアということになります。そしてその右にいるのがカイン、アダムとイブの子供ということになります。そのカインの妻がアワンということになります。まあ、こういう構成ということになりますが、でその上に天使がいます。でこの天使が問題です。一般説によるとですね、天使がアダムとイブにですね、剣で方向を指し示して出て行けと言っている様子だというのです。そこで剣をよく見るとですね、剣の先がアダムの首に突き刺さっているように見えます。つまりこの天使はアダムの首に剣を突き刺しているということになりますが、話がおかしくなってきます。そこでこの人物、右の人物をカインと捉えます。その理由はこれから少しずつ話していきたいと思います。つまりこの天使はカインの首に剣を突き刺しているということになります。話を先に進める前に、一つ重要な点について外堀を埋めておかねばなりません。これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母ルーブル版です。この中央の女性に注意してください。
この女性、一般にはマリアというふうに説明されていますが、このマリアの体とその背景にある岩が一体化しているのがわかります。明度を上げてみると風合い、色、そして描き方がですね、一致しているのがわかります。つまりここに描かれているマリアなる女性は下半身大蛇のラミアということになります。魔女中の魔女、ラミアということになります。そのコンセプトは左下のミケランジェロの描いたアダムとイブの追放の絵の中に描かれている下半身大蛇の人物と一致します。つまりこのような形でダヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスは私たちにマリアイコールラミアであることを教えたということになりますが、ラミアというのはマリアという名前から作られたアナグラムであることも忘れてはいけません。わかりやすく言えば、ミケランジェロなる画家が描いたとされるアダムとイブの追放の絵の中の中央に表現されている下半身大蛇の女性はラミアイコールマリアということになります。以前作りました動画をどうかご覧になってください。マリア in Virgin of the Rocks painted by Leonardo da Vinci is Lamia, a child-eating monster. Wikipedia English writes about Lamia as follows. Lamia in ancient Greek mythology was a woman who became a child-eating monster after her children were destroyed by Hera. Hera also afflicted Lamia with sleeplessness, so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability to remove her own eyes. Lamia was also used as a bogey word to frighten and discipline children. Maria in the painting of Virgin of the Rocks is Lamia with aserpent-like body below the waist, and Lamia is an anagram of Maria or vice versa. As you see here now, please notice that Maria has a monster-like lower half body. It is a kind of a tricky art. That is to say that she is half human and half serpent. But the question is this: why did Leonardo da Vinci paint such a painting? Though she looks very beautiful and elegant, she is a monster in this painting, as a matter of fact. But why? Why did Leonardo paint Maria as a monster?The answer seems to be very simple. Leonardo da Vinci was anti-Maria in the Renaissance, or he was anti-Roman Catholicism for some reason. By the way, please have a look at the angel sitting next to Maria. She is a male.As a matter of fact, but it is not a point in this video for today. She or he has three-fingered foot, which indicates that she is also a monster as well. You can recognize three fingers, but another one is a white leaf. It is also a kind of tricky art as well. In this way, Leonardo shows us thatLamia is a child-eating monster, and these two boys in this painting may be her food to eat. Lamia is or was eating human
children. In this way, Leonardo or Jesus after 1500 years let us know that these two people are Lamia in one, in which Leonardo teaches us don't judge people from its appearance or don't judge God from its appearance. I, Hiroshi Hayashi, understand that this is a message from Leonardo to us humans. つまりこのアダムとイブの追放の絵の中に描かれている中央の下半身大蛇の女性はラミアイコールマリアということになります。そしてそのラミアの天使が剣を持ち右の人物の首に剣を突き刺しています。これがこの絵の基本的な構図ということになります。この赤い丸で囲んだ部分に注意してください。方向を示しているということですけれども、果たしてこれが方向を示している剣ということになるのでしょうか。では、どうしてこれがカインであるかということを説明しますが、その前にミケランジェロ自身が大変重要なメッセージを私たちに残しています。ユダヤのゲマトリアについて説明しておきます。言うなれば暗号ということになります。言葉や単語を数字で表します。例えばキリストは77です。聖書のは50となります。そしてカインは27となります。このような形で単語を数字で表すということになります。でもう一度ここを見てください。キリストは77、ビブリカルは50、そしてカインは27となります。キリストは聖書でいうところのカインとなります。この数字をミケランジェロはカッシナの戦いの絵の中に隠し込みました。このカッシナの戦いの絵の中にはその数字が隠し込まれていました。左から775027となります。つまりこのような形でミケランジェロはですね、未来の人間、私たちの人間にメッセージを残したということになります。キリストというのはね、聖書でいうところのカインのことなんだよという意味になります。つまりカインこそが救世主イエス・キリストであったということになります。で、右から2人目がカインということになりますが、なぜカインなのかと疑問に持たれる方も多いと思います。右から2人目はカインです。その証拠がやはりカペラ・システィーナの壁画に残っていました。もう一度注意深く見てください。この人物の顔を注意深く見てください。そして左が最後の審判の壁画ということになります。この壁画の中心部に書かれているのが救世主イエス・キリストということになりますが、拡大して比較してみるとこの両者は違いがないという点で、私林浩司は同じ人物イコール救世主イエス・キリストと判断しました。皆さん自身の目でしっかりと
確認してください。特にカインイコール救世主の鼻に注意してください。顎の様子も同じです。耳というのは個人差の大きい部位ですけども一致しています。そして髪の毛ですね。多少の年齢差は感じますが、この両者は同じ人物です。そしてカインにはヒゲがありませんでした。弟アベルを殺した罰によって誰にでも分かるように顔を落とされました。つまりヒゲを落とされたと私林浩司は判断しています。それがカインにつけられたマークということになりますが、それは今日のポイントではありません。ここで重要なことは、カインイコール救世主キリストがマリアのエンジェルによって剣を突き刺されているという点です。なぜこんなことが起きたのでしょうか。それについての動画はこの後につなげておきますが、今一度ここに描かれているのが救世主であることを確認しておいてください。白い四角で囲んだ部分に注意してください。中指と薬指がくっついています。シグラムマラーノ、つまりマラヌスの手です。隠れユダヤ教徒の言うなればハンドジェスチャーということになります。ミケランジェロはそのハンドジェスチャーを使ってここに描かれているのは神ということを表したということになります。ついでながら右下のアダムの創造という名前がついている絵の中に描かれているアダムはアダムではありません。イエス・キリスト自身ということになります。顔が一致します。まあ、これも今日のポイントではありません。今日のポイントは考えるだけでもそら恐ろしいことということになりますが、中央の木に下半身を絡ませているのは聖母マリア、ラミアということになります。そしてラミアの天使が剣で救世主イエス・キリスト、つまりカインの首に剣を突き刺しているという点です。つまりここにマリアとキリストの底知れぬ、つまりは壮絶な生死をかけた戦いが表現されているということになります。もっと言えばシスティーナ礼拝堂のこのアダムとイブの追放の絵は、アダムとイブの追放をテーマにしながら、実はその向こうで壮絶なマリアとイエスの闘争を表現した絵ということになります。まさしくイエスを殺害するマリアの絵ということになります。続く動画の中でさらに詳しく説明します。 Bye for now. Philip McCourt of
National Gallery in London writes about the entombment by Michelangelo Buonarroti in its art journal as follows. The first aspect of the painting that strikes most viewers is the fact that it is unfinished. Large parts of the painting are not just sketchy, but appear to be virtually blank. But this is just the start of the mysteries that surround this work. Where did it come from? Why is it unfinished? Why do some of the people portrayed in it appear so strange? And is it really by Michelangelo? ロンドンナショナルギャラリーのフィリップ・マッコートは、ミケランジェロが描いたとされる埋葬について次のように書いています。この絵画を見て驚くのは、それが未完成の作品であることである。第一に驚くのは、未完成のスケッチが残されているというよりは全くの空白になっている点である。が、それはこの絵の持つ謎の第一歩でしかない。だいたいその絵はどこから出てきたのか、なぜ未完成なのか、またここに描かれている人たちがなぜこうまで奇妙なのか。その前に、これは本当にミケランジェロ自身の作品なのか、などなどと。広志林、浜松シティ、ジャパン。この絵には大変な謎が隠されていました。で、その謎を解く前に一つ解決しておかねばならない問題があります。ミケランジェロ・ブアナルティですけども、そのミケランジェロが描いたとされる作品がこの埋葬と言われている絵です。中央にイエス・キリストらしき人物が表現されています。そしてその周りを何人かの人たちが取り囲んでいます。で、向かって右側、イエスと思われる人物の右側の女性らしき人物に注意してください。この謎を解くためには、つまりこの絵の持つ謎を解くためには、この人物が誰であるかを明確にしておかねばなりません。この人物は誰かということですけども、似たようなポーズの人物を同じくミケランジェロがカッシナの戦いの絵の中に描いています。これがカッシナの戦いと言われている絵ですが、これはカッシナの戦いの絵ではありません。イエスと18人の弟子を描いた絵ですが、それは今日のテーマではありません。このカッシナの戦いの絵の中央やや左寄りに一人の人物が描かれています。この人物と埋葬の絵の中に描かれている人物のポーズが大変よく似ている点に注意してください。少なくとも先ほど言いましたように、イエスと18人の弟子として描かれている人物の中では最もよく似ているということになります。上半身をやや後ろに反らせながら、頭でそのバランスをとっています。で、この人物は誰かということですけども、その謎を解く鍵をアグスティノ・ヴェネチアーノが残してくれました。ほぼ同時代の芸術家ということになります。アグスティノ・ヴェネチアーノは右下のような絵を描き残しています。アグスティノ・ヴェネチアーノの描いた絵の中に同じ人物が表現されています。今赤枠で囲ってみました。で、この両者を比べてみると全
全く同じであるということに皆さんはお気づきになると思います。ここが今日の重要なポイントとなりますから、皆さん自身の目でしっかりと確認しておいてください。そしてヴェネツィアーノの絵の中には数字が隠し込まれていました。左から1502となります。1502です。この方式はミケランジェロが描いたとされるカッシナの戦いの絵の中に仕込まれた775027と同じ方式ということになります。つまりこのような形で中世の画家たちは自分の絵画の中に暗号を残したということになります。ついでながら775027はユダヤのゲマトリアによって解読すると、キリストは聖書でいうところのカインであるということになりますが、それも今日のポイントではありません。今日のポイントはヴェネツィアーノもですね、同じ方式で数字を隠し込んでいたということです。左から1502となります。15、つまり15はイナンナの神聖数、そして20はシャマーシュの神聖数ということになります。ヘブライ語は左右自由に読む習わしになっていました。それはともかくも、この赤枠をつけた人物はイナンナということになります。右の青枠をつけた人物はシャマーシュということになりますが、それも今日のポイントではありません。イナンナに注意してください。話を元に戻します。この立っている人物はイナンナということになります。イナンナです。どうしてこんなところにイナンナが描かれているかという問題が出てきます。なぜこんなところにイナンナが描かれているか、つまり右からですね、イナンナ、イナンナとなると、一番左の人物もイナンナとなるわけです。がなぜイナンナなのか、その謎を解く鍵をあのレオナルド・ダ・ヴィンチが残してくれました。ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる東方三博士の礼拝の絵の中に、その謎を解く鍵がありました。Jesus Christ, after 1500 years in the Renaissance, left us human beings a very important message in the painting of the Adoration of Maggie
painted by, under the name of Leonardo da Vinci, that Maria is Inanna, again, Maria is Inanna, and here you see its proof and evidence. You see a secret number of 131 hidden in the painting, a number of 131 which stands for Inanna in Jewish gematria. You see its proof and evidence in this video. 1500年後のイエスはダヴィンチなる人間が書いたと言われている東方三博士の礼拝の絵の中に私たち人間に対して大変重要な伝言を残しました。つまり聖母マリアはイナンナのことである。と繰り返します。聖母マリアはイナンナのことである。とその絵の中に131という数字が隠し込まれていました。131はユダヤのゲマトリア、つまり暗号によればイナンナを意味します。それをこの動画の中で皆さんにお見せします。広志林、浜松シティ、ジャパン。聖母マリアはイナンナでした。その証拠が東方三博士の礼拝の絵の中に残っていました。この絵を注意深くご覧ください。この右下の部分です。ここに文字らしきものが書かれています。1500年後のイエスはこのような形で私たちに多くの伝言を残しています。これもその一つです。この文字らしきものを180度回転します。するとそこに131という数字が浮かび上がってきます。131です。独特な1です。131ですね。で、131をユダヤのゲマトリア、つまり暗号によって解読するとイナンナであることがわかります。131イコールイナンナということになります。つまりここに描かれている聖母マリアはイナンナのことであると1500年後のイエスは私たち人間にこのようなメッセージを残してくれました。繰り返します。聖母マリアはイナンナのことでした。またの名をイシター、つまりイナンナ・イシターということになります。マリアイコールイナンナ、つまりこれがルネサンスの時代に現れた1500年後のイエスから私たち人間に対するメッセージということになります。で、結論ということになりますが、この3人はイナンナイコールマリアということになります。マリアです。イナンナイコールマリア、マリアイコールイナンナということになります。となるとミケランジェロが描いたとされる埋葬の絵をどのように解釈したらよいかという問題が最後に残ります。またそれがこの動画の結論ということになります。なぜミケランジェロはこのような絵を描いたかということです。イエスを取り囲む人たちの目は冷たく、そしてどこまでもイエスを蔑んでいるかのように見えます。ミケランジェロ・バヌルティです。埋葬という題された絵です。そして中央にやや
色が変化したイエスが表現され、そして左の女性はそのイエスに向かって指を指しています。これはダヴィンチも同じような手法で描いていますけれども、その指の先にいるのがイエスであることを示すハンドジェスチャーということになります。つまり中央にいるのがイエス、そしてその向かって右側にいるのがマリアということになります。そして大変奇妙なことに、このイエスにはですね、埋葬と言いながら聖痕がどこにも描かれていません。処刑された後のイエスとしては極めて不自然なイエスということになります。頭にも傷はありません。体にも傷がありません。つまりこの絵はですね、未完成の未完の対策というふうにして逃げることによって、さらにその向こうにもっと重大なメッセージが隠されているということになります。イエスは処刑される前にすでにこのような状態であったというふうに解釈するのが自然ということになります。ではその向かって右側にいるマリアはなぜこのような表情をしているかということです。つまりマリアはイエスが処刑される以前にすでにこのようなマリアであったということになります。考えるだに恐ろしいことですけども、イエスの死の背後にはマリアがいたということになるのではないでしょうか。